しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます。 NBC 村山ひとしです。しゅうちゃんこと船橋修一です。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社、九州教具株式会社の社長しゅうちゃんこと船橋修一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺いますよ。今日は長崎市の NBC ラジオに来ちゃいました。久しぶりにいらっしゃいませ。さて、先週は嬉しそうですね。先週はしゅうちゃんが大好きなオートバイ、スズキの刀をデザインしたハンス・ムートの言葉、製品を売るには芸術アートが必要なのだを紹介しました。これまでたびたびしゅうちゃんは経済の時代は終わっていて、もう文化の時代に入ってるというね、お話をしてくださっていて、ハンス・ムートの言葉はまさにピタリときましたね。そうですね、まあ、あれを見るとですね、物が足りなかった時代が経済の時代、はい、その時は便利なものを安く提供すれば売れるという方程式があったんですが、今もう物溢れてますからですよね。その中で何を作るのか、はい、この文化の時代にですね、これやってくるとダサいものが溢れるということになるんですね。文化の時代に便利なものを安く提供したらただダサくなるだけ。そうです、文化の時代はその答えではなくて問題を見つける時代ですから。問題を見つける、まあ、デザインがその一つなんでしょうけれども、その打ち破るコツというのはどういうことでしょうか。やはり多様性だと思います。はい、多様性、ね、人間って今まで見たことの延長線上で考えますから、でも見たことがないもの、はい、いろんな意味を考えるとその取り組みっていうのが形、デザインに出てくる。刀っていうのは誰も見たことがないスタイルだったんですね。あ、なるほど。そして今現在しゅうちゃんが注目しているのがイケア、スウェーデン発祥の家具と生活雑貨の巨大企業ですが、イケアの取り組みに注目してるんですよね。そうですね、あのイケアの YouTube にあるんですけど、はい、Disabled っていうこの取り組みがすごくて、はい、ハンディキャップのある方と同じ目線で問題を見つけて、その問題を 3D プリンターなどを使って解決してるんですね。あ、するとこれまでになかったものがどんどん出てくる。いや、私もですね YouTube で拝見したんですけれども、目から鱗というか、ユニバーサルデザインという言葉は昔からあって、ハンディキャップがある人もない人も使えるようなデザインということだと思うんですけれども、まあ、ちょっと実用一点張りなイメージもあったんですが、 IKEA の製品っておしゃれなんですよね。そうなんですよ、まさしく家具という実用的なものなのに見たことがないものを作り出している、はい、よくですね文化の時代、経済の時代って言うけども、文化の時代って自転車に例えれば前輪です。ほうほうほう。経済の時代って後輪ですよ。で、経済の時代は成長してたんで、ハンドリングが悪くてもまっすぐ進めばよかった。あ、しかし文化の時代は180度変わる時代でしょ、はい、ですからハンドル操作をうまくやらないとちゃんと走れない。だから文化の時代、この前輪がフロントタイヤが大事だと思うんです、ね、今のお話面白いですね。あ、なるほど。これまではとにかく馬力がありさえすればよかったわけですね。そう、頑張ってりゃよかったんですね。そうなんです。今はちょっと違う。違うんですよ。おお、ちょっとこの話も面白くなってきましたけれども、お別れの時間となってしまいました。あっという間ですね。はい、せっかく NBC に来ていただきましたが、それでは皆様、また来週。